月分サークルのルントです。はい、どうもアガです。はい、どうもサーです。今回ですけども、はい、まあ、このお二人に来てもらったということで、はい、まあ、最近ですね、 UCLA 決まったルントー君 VS 田舎の神童サレル君ということで、まあ、いろいろ対決最近してもらってると思うんです。まあ、勝率 100% 今のところ僕惨敗負け状態まあ今回はその対決の中で、まあ、指導力みたいなところにフォーカスして対決をしてもらおうと思ってましてですね、というわけで今回の企画、はい、1週間家庭教師対決。まあ、1週間ですね、高校1年生の生徒さんにお二人がそれぞれして指導してもらったはい、というわけでですね、高校1年生の生徒さんを対象にですね、1週間2人でそれぞれ指導してもらってですね、どれだけ成績伸びたのかっていうところで、対決をしてもらおうと思っております。何をやる？今回は数学 1A です。得意1A 得意、数学 1A 大好き。教えるのは？教えたことある？教えたことないかも。初めて。あ、二人とも初めて、はい、ルートでもさ、なんか教えてなかったの？チューターみたいなので、あの、英語と物理を教えてた。あ、そうね。じゃあ、今のところトントンない、はい、そう。ということで、まあ、今回はですね、個別指導塾、ワムさんに協力いただいてですね、まあ、教室と、あと生徒さんもご用意いただきました。え、もう爆伸びさせるよ。マジ申し訳ないけど、え、もうやめるかもしれない俺たちが、俺たちが伸ばして雇うかもしれないそうそう。というわけで、今回協力いただく生徒さん、じゃあお名前、まあなんかニックネームでもいいけど、向井です。向井くん、はい、めっちゃ本名っぽい向井くんとゆうかです。お、ゆうかちゃん、めっちゃ名前な、うん、どっちに教えるかっていうのありますから、うん、チーム分け、チーム分けみたいな。でも選んでもらってもいいかもね。あ、どっちに教わりたい？2票集まってしまった場合はじゃんけんにしよう。確かに確かに確かに。これまずな、あっちに2票いったらちょっと傷つくまあ一回させてもらおうぜ。じゃあどっちに教えてもらいたいか指さしてください。せーのいや優しいけどね、俺の方が。なんでなんでなんでこっちがいい？あの、学校の先生に似てて。あ、似てるんや。はい、あ、安心感がスッと入ってくきそう。そうですね。はい、なんで？好みやからいやー、やっぱじゃあ、え、じゃんけんに負けた方が、惜しくも、いやー、なさらくされるのすでに悲しいどうぞ。手仕上げ、じゃんけん、ほいバイバイ初対面やんな、はいじゃあ、向井頑張ろう。はい、じゃあ、向井されるチームとゆうかるんとうチームを、まずは今日実力を調べるというところで、共通テストの数学 1A を早速解いてもらおうと思います。今年齢は高1です。高1の今6月うん、絶対無理やえ、何習ってる今？今日、数学入りました。あ、数学1ですね。数 A は順です。なんか今日確率やりました。おー、はい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 、やばいです共通テストって高校時代の集大成で受けるテストだからね。そうそうそう、学び始めて受けるテストでは一切ないんで、うん、そこはちょっと、まあね、事前にもうご了承いただきたいんですけど、とりあえずね、今の実力で何点取れるのかっていうところを見ていきたいと思います。というわけで満点取るぞー。おー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 、それではテストを開始します。試験時間は70分です。それでは、よーい、始め。今そりゃ高一の6月に飛ばしたらそうなりますよそうなりますよね。一応やばい表で知らん表出てきた知らん表出てきた三角比の表今回どうこれ、あ、なんかぐちゃぐちゃにしちゃったからちょっとやばいペース、さっきからね、ぐちゃぐちゃになってるよね。はい、というわけで採点終わりましたけども、どうでした？二人難しかった。難しかった。いや、
まあまあまあ、割と。それだけだ。いや、じゃあもうこの時点でごめんなさいね、有利かもしれないです。いや、こっちの優香も粘り強く選びながら解いてたんで、うん、さあ、それではまずは優香からじゃあ発表したいと思います。今回共通テスト数学 1A 優香の点数は100点中5点です。おお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 お向井の点数は4点です。よし僅差で優香が勝ちました。やったぜ、イエーイ。いやいやいや、これは全然逆転してる。あー、いい勝負やね。いや、本当に。いい勝負。これは俺たちの指導力にかかってる。これは腕が鳴りますね。じゃあ復習に参りましょうか。頑張っていきましょう。頑張っていこう、一週間。あお。あお。次のサーコー。レッツ。行ってくる。どれをまず解けそうやった？一番。一番解けそうやったのは確率。確率は雰囲気的には、うん、いけそうかなみたいな言われたけど、ちょっと確率。これはじゃあ確率でしょ。やってるか。これ確率めっちゃ得意やから。大丈夫。どこが一番難しかったですか？大問1から5で。真って書いてる。SIN。ああ、三角比ね。このサイン、コサインとかの三角比が難しかった。これは難しくてしょうがない。これは、うん、まずサインのどういうものかっていうのも知らないですね。そうね、知らないよね。これはもう知ってから対処できるかなって感じ。他どっか難しかったとかある？あ、山測るやつね、これ。山とこのグラフです。山と2次関数。あ、まあ、これもだから三角比ね。あ、これも解ければまた点数加算されるから。分かった、もうこれ一通りしかない。これどういう場合な、一通り。これも解ければ点数加算されるから、変わるだけ、変わるだけの、これ。じゃあこれなんで2分の1にしたの？そのままと20点ぐらい点数変わるだけ、変わる。見たくしかないからね。賢い。これ正解やね。これ正解です。二次関数が難しいんだよ。二次関数めっちゃ苦手です。じゃあ二次関数そのものについては知ってる？多分。例えばこういう放物線が二次関数で書けますっていうのは分かる。分かります。その中でもこう一番尖ってる場所、頂点っていう。で、頂点の出し方とか分かる？頂点どうやって出しますか？x と y かける。x と y をあのグラフで書くんだよね。全部で6通りっていうところまでは分かったよね。全部で6通りのっていうのはこれ全部書き出して分かった。全部書き出して分かった。意味を理解して数字で求めとかんと、書き出すだけやとこれ5個とかになってしまう可能性あるから、一旦ここは計算で求めた方がいいかなとはこう思う。こういうのはね、数学の問題といえど、たくさん絵を描くことが大事だと思うんですよ、僕は。この二次関数の頂点を求めてくださいって言ったら、まあ、グラフを描く以外でどうやるやつ？ X に代入する。 X にいろいろ代入していく。そのために使う知識っていうのは、まあ、ある種因数分解に似たもので、それを平方完成っていうんですよ。平方完成習ったことない？習ってないです。平方完成は、じゃあ試しにこれで平方完成をやってみせるから、ちょっと見といて。はい。こうなります。こうなります。それミスったんちゃう？ミス、ミス。いや、ちょっとプラス6とかの方がいいんちゃう？これ考えるときに向井は割となんかこう、えつちゃんここ B にして、ここを C にして、あ、ここは D、 あ、じゃダメやみたいなやつで、確率のときに徹底すべきなのは左から書くってこともあるから、順番にやると全部ちゃんと抜けなく試せる。ただこれを毎回こうランダムに、例えばじゃあここ1回 B にしようかなとかやると数え漏れが出てくるから、はい、左から順番にちゃんとやってあげる。はい、のコツ。因数分解やからめちゃめちゃ早いね。因数分解めちゃめちゃ慣れてる。いや、いいよ。あの、だからこう平方完成の時因数分解がしっかりできることが大事。あ、もうね、もうお手のもんでしょ。もう頂点出す。そうね、いいね、いいね。できるよ。これだけ書いて、正規数だけ、左から順番に。それはモチベーション。簡単です。キーワード。向井、これできます。はい。簡単です。はい。
確率は簡単。確率は簡単。ほらもう絶対確率はいける。もう満点きたわ。満点きた。やってますか。バッチです。バッチリ OK。というわけでこの問題制覇です。この問題を制覇したので、三角比はこれ解ければ20点もらえます。それをモチベーションにちょっと頑張って見てみて。で、キーワードを教えておく。キーワードはこの定理を理解すると爆速で点数が取れるようになるんですけど、これについては一緒に頑張って理解していきましょう。はい、まあ、それは次回の宿題ですか。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ということで2日目です、はい、まあ、昨日ぶりですけども、うん、宿題はやってきた。まあまあまあ、もちろんもちろんもちろん。ご一緒全部空いてるとこあるはずです。えらい、はい、まずえらいです、ちゃんとやってきた、はい、今日でもなんかあれな、学校で成績が出た。あ、出ました。どうやったの。え、いやもう、まあ、さすがみたいな。さすが、さすが。おお、え、マジで出とるやん、個人成績表。そうです。え、学校って何人おるの。280人ぐらいです。280人。はい。国語219位。言語文学257位。歴史総合234位。数学1、87位。お、じゃあちょっと上位。半分より上。うん。数学 A186。 あれ、これ半分より下やな。これじゃあまあもう理系で挽回するしかないね。オッケーオッケー、まあ任せて。じゃあまずね、はい、ちなみに、はい、確率っていうのはコツの強化ではあるから、まあ、今計算結構難しいことになっとるやん。これやり方あって、まず確率っていうのは全部のパターン分の今回は何通り、はい、じゃあ今回は今結構そのまま計算しようと思うけど、ここで割ってしまった方がいいかも、うん、ってなるとこの2つの掛け算だけで最後答え求めれるやん。なんかこう数字を全部一個一個こう計算せずに最後にこう約分とかしてできるだけ楽な形にしてから計算するっていうのがコツ、はい、これで結構ミスも減るし時短にもなるから。答え出た。はい。何になった。87分の49です。正解。はい。確率は簡単。どう、サルルさんの授業は。いや、めっちゃ分かりやすいです。めっちゃ分かりやすい。はい。最高。最高です。じゃあこれにしようかね。この2次関数の頂点を求めてください。制限時間は20秒です。20、12、こうなります。さあ頂点は2と8です。これなんでミスったのかっていうのが分かる。まずはなんかまあこの直線 OA、 半直線 OA と OB っていうのが30度のなす角を持っている。この3つの関係式が非常に大事で、これは受験する上で一生つきまとう内容になります。これはぜひメモって帰ってください。どうですか、調子は。調子は、まあまあ、悪くないんじゃないかなぐらい。え、毎日4台ずつぐらい解けた。はい、やりました。え、確率むずい。ちゃんと整理できたら。え、そう、めっちゃ簡単ない、はい、だから、詰まったら一回丁寧に考え直す。詰まらんかったら、まあ別にちょっと楽してもいいけど、詰まったらそうしよう。はい、オッケー。まあでも、はい、現状で、まあ、11点取れたんで、はい、まあまあまあ、悪くはない。今日は一応昨シードの条件付き確率のところをもう一回練習してください、はい、もう余った時間はもうなんか取れるとこ取る。はい、うん、じゃあ今回は優香先生に制限定理予言定理を僕が生徒になって教えてもらうみたいな。BC の辺を A で表して90度未満の時の説明めちゃめちゃ良かったよ。この定理の名前は何ですか。制限定理です。はい、バッチリです。はい、じゃあ例題をやろうか。はい、やってみてください。はい、2次関数のところはもうバッチリだと思う、はい、三角比
の法則とか定理とかは教科書をもう一回さらっと読んでどういう考えかをまとめて次回のテストに臨んでもらえればと思います。じゃあゆっくり寝てください。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。一回もここの問題、三角関数習ってないよな。あ、習ってないです。習ってない子で三角関数いったよ。僕もね、三角関数一番1の1からやったもん。どう、分かりやすかった？おいおいおい、何も分かったぞ今。いや、ほんとに分かった。いや、では最後のやった残り情報、もうやってないんかい。それじゃあ、疲れた。おい、今日学校でやらなかった。そうね、学校でやってない。中山から始まった。全然やってないな、お前。めっちゃ簡単やから、数字ビビんな、でかい数字に。もう10枚目が分からんのなら、2枚目はどうやろう、3枚目はどうやろう、感覚掴んできたな。10枚目こうやな、これでいけるな。よし、お前行こう。どうですか、まず向井、自信は？自信しかない。自信しかない。いいね、ゆうか。ちょっと自信ないです。自信ないです。たくさん勉強したからこそ、いろんな知識を身につけた後の謙虚さです。謙虚。人って知を身につけると謙虚になる。試験時間は70分です。いきます、よーい、スタート。教え方とか。でも割と分かりやすかったし、ちょっと厳しかったけど。でも分かりやすかったから、ちゃんと結果出せたと思う。はい、自信はあります。ゆうかさんは、教えてくれるやり方は分かりやすかったんですけど、私の頭がちょっと悪くてついてけんくて。あ、なんか生徒に気使わせないわ。どう、自信は？自信は前よりはめっちゃあります。おぉ、いいですね。いや、マジで負けたくないから。いや、でも俺普通に結構勝ちたいんやけど。もう本当ドキドキしてきた。まずはじゃあ、ルントーチームの優香ちゃんから、はい、発表いたします。今回の共通テスト結果は100点中。27点。おぉ、めちゃめちゃ負けてる。めちゃ上がってる。すごい上がってる。プラス22点。おお、素晴らしい。え、これ計画通りじゃない？結構まんべんなく取れてるイメージがありました。うん、やった。第1問が一番点数取れてたかな。第1問で30分の10。だから1問目のなんか小問集合みたいなところで一番点数稼いでますね。整数もめちゃめちゃ頑張ってるね。整数教えたの？整数教えてないです。ええ、整数ってどんなんでしたか？サイコロ振るやつか。ああ、あれちょっと得意です。おお、おい、なんか、おいおい、ナチュラル、おい、ラッキー、ラッキーかもしれない。ナチュラル才能が入ってる。お前の知らない部分ナチュラル、数学的才能が高い。9点。え、それで9点。あ、名前の教えた分は18点だ。さあ、それではサレルチーム、向井くんの点数を発表します。いや、これ頼む、マジで。点数は100点中。39点。
一満点です。えぐい。で、ほんとここ何これ、データの分析も強かった。おい、ナイス。データ、まあデータはもうな、勘で、いや、勘と、あの、まあ、データ中学範囲のもうあれで、ね、え、すごっ。確率がすごい。いや、確率すごいっす。マジ。いや、もうこう徹底した確率を押し、もう叩き込みましたね。すごい。え、それでついてった向井もすごくない？すごいですね。もう疲れたね。伸び率で言うと何点だ？もう4点からの35点。もう1週間で35点伸ばしました。すごい。確率に関しては満点。で、楽しかったの？ね。どう、またサルに乗られたい？いや、大丈夫。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、というわけで今回は個別指導マムさんにご協力いただいてですね、まあ、生徒さんだったり教室を使用させていただいたんですけども、実は2人が指導している様子をマムのプロ講師の三浦さんにですね、はい、実はね、もうデータをこそり、いや、恥ずいなお渡しして見ていただいたんで、ちょっと好評いただいてもいいですか。はい、まあ5つの観点からちょっと見させていただいて、はい、5つの観点、はい、多い細かく審査あ、俺らも評価されるんや、ね、まあ5つの観点から見させていただいたんですけれども、うん、まあやっぱりさすがだなと。おお、はい、とても良かったです。そうなんや、恐縮です。まあその科目の力っていうのは、まあもちろん2人学力高いので、まああると思うんですが、まあコミュニケーション能力も、まあ、すごい豊かな、まあ生徒もすごい楽しんでたんで、そこはすごい良かったなと、まあ僕思いましたね。はい、おー、ありがとうございます。じゃあ2人めっちゃ教えるの上手ってことなんですね。まあ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 結果でね、まあちょっと語らせてもらいます。もうぜひですね、まあ、うちのプロ試験を受けていただきたいなと思ってますけどね。プロ試験、はい、そんな試験があるんですか。ワムのプロ試験みたいなのがあるんですか。そうです、ワムで大事にしてるのが、まあ、そのさっき5つあるっていうお話をしたんですけれども、はいはいはい、まず1つはやっぱ学力ですよね。はい、で、まあ、次は伝える力ですね。まあ一人一人に対して、まあ、適切なアプローチをかける、まあ、その伝える力っていうのが重要ですし、コミュニケーション能力、なんかそういうちょっと授業外の時間とか、まあ、ちょっとしたコミュニケーションが、まあ、生徒のやる気に変わったりもしますので、まあ、そこも重要かなと。で、4つ目が人間力ですね。人間力、人間力、はい、人それぞれその持ってる強みっていうのがあると思うんですけど、そこがまあ生徒からこう憧れられるような、ああ、人として魅力、そうです、そうです、魅力があるっていうのはすごいまあ強みなんで。確かに、うちのルントン先生なんてね、もうこれからアメリカの大学に行くわけですから、うん、まあそうですね、魅力バッチリです。魅力と、あと、まあ、爆発力、まあまあたまに打ち上げるその授業の中のたわいないジョークとか、ね、おもろいとか、ね、おもろい、おもろい言わせないよ。今最後にその課題設定ですね、まあ、要するに今生徒もまあ志望校に受かりたいとか、まあテストで点を取りたいとか、いろいろこう目的があると思うんですよ。そこに対してまあどうやって解決していくかっていうところをまあ自分で設定して解決していく、まあ、この5つの軸をね、しっかり試験をさせてもらって、コミュニケーション能力の試験とかもあるんですか。あります、あります、まあ、それでも合格基準を満たしたせあの先生しか、まあ、教壇に立てないみたいな。すごいすごい、じゃあ相当質の高い教師陣。そうですね、もう自信はあります。なのでやっぱその自信の裏付けとして、まあ、うちのデータなんですけど、はい、まあ、生徒満足度が 97.4%。 97.4%、 質の高い先生がいっぱいいるぞ。まあ、今回ですね、積分サークルとのこのコラボを記念してですね、はい、あるキャンペーンがあるんですよね。そうです、めちゃくちゃ気合い入ってます。まずですね、学習相談に来られた方、まあ、入塾するしないは一旦置いといて、はい、相談に来られただけでも Amazon ギフトカード3000円分を差し上げます。え、お、別に全員ですか。全員です。え、太っ腹。じゃあ僕がちょっと勉強困ってるんですけど、行ってもいいですね。そうです、ぜひ来てください。あ、出ないですか。後ろでもうダメだ。年齢制限はあります。はい、ああ、年齢制限、はい、なので、高校生まで、ね、高校生までとか、まあ、中学生とか、はい、で、まあ、実際その入塾された場合、はいはい、に関しては2ヶ月間の月謝が無料です。おお、めっちゃお得やん。はい、このキャンペーンはいつまでやってるんですか。7月中です。7月いっぱい一応やっております。じゃあもうこの今の時期に、はい、行くしかないですね。はい、ぜひぜひ。夏休み始まる前のスタートダッシュで、まあ一旦行ってみるだけ、相談してみるだけ、まあよかったら入るみたいな感じでいいんじゃないかと。はい、というわけで皆さんもぜひワムさんに行ってみてください。というわけで本日の動画は以上です。チャンネル登録、高評価、コメントなどどしどしお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。うお、お、いいタイミング。